イラストレーター大輔おじさんのカーネーションの描き方。母の日のプレゼントをまだ買っとらんいう人は絵描いてあげりゃまだ間に合うで。母の日にカーネーションを贈りますよって言うじゃろ。じゃけどな、カーネーションをな、絵で描いて送ってもええかな。絵だったらな、花も枯れんしな、絵描いてお母ちゃんにプレゼントしたらな、なんか気持ちが伝わるいう感じがせんか。たっけえプレゼントとかもな、買わんでもええしな、絵描くだけじゃったらな、お金もかからんしな、それをプレゼントしたらええんじゃねえかな思ってな、今日はなカーネーションの絵描くで。カーネーションいうのはな、大事に栽培しょる農家の人いうのがおるんじゃ。じゃけえな、農家の人をな、まず描きます。そねえことせえでもええ。花だけ描いてお母ちゃんにあげりゃええんじゃけ。農家の人の絵描いてな、お母ちゃんにあげてもな、何ですかこれ言うて言われるんじゃけな。農家じゃのうて、その畑の、そのもっと後の方を描かねえけんじゃろ。その後はトラックで運んでくるんじゃけ、まずトラックを描かねえけんがな。それことせえでもええで。トラックも描かんでもええんじゃ。今日カーネーション描くんで。トラックで運ばれた花いうのはな、花屋さんに持ってかれて、花屋さんでカーネーションいうのは売っとんじゃけな。じゃけ、花屋さんも描かんでもええで。カーネーションを描け言うてな。絵をな、わざわざ描いてお母ちゃんにプレゼントしたら、なんかお母ちゃんいつもありがとういう感じが出るじゃろ。カーネーションの絵を描かなきゃいけんのんじゃ。じゃけえな、お母ちゃんいつもありがとういうな気持ちが伝わりゃええんじゃけ。お母ちゃんいつもありがとう言うて口でな直接言おうやな、絵やこう描かんでもええんじゃけ。おんじゃけ、今日はなカーネーションの絵はな描かんでもええで。これは身も蓋もねえな。カーネーションを描け。カーネーションの描き方今からやるけえな。カーネーションいうのはな、絵で描こう思ったらな、ちょっとな、バラと似とるんじゃ。バラと違うでいう感じをな、ちゃんと絵で描かねえけんじゃろ。じゃけえな、カーネーションをな、お花屋さんで買うてきて、で、そのよう見てからな、あ、バラとこういう風に違うんか、いうのよう見て、そのカーネーションがあるんじゃけ、買うてきたこのカーネーションをお母ちゃんにプレゼントすりゃええかな。カーネーションを描け。買うてきてプレゼントするいうんじゃのうて、絵描いてそれをプレゼントしよういう話をしょんじゃろうが。これもうわしの立場がねえで。わざわざ買うてこんでも、わしが今からカーネーションの描き方を教えちゃうけえな。買うてきたらいけんで。今描くけ。今描くけえな。なかなか描かんですいません。これはほんまに。はよ描け言うてな。よっしゃ、ほんならカーネーションを描くで。バラと違うんじゃけえな。じゃけえな、カーネーションをな、上から見るよりな、横から見た感じで描いた方がな、カーネーションな感じするんじゃ。花があって、その下のボコッとしたとこ。花があって、その下のボコッとしたとこ。ボコッとしたとこじゃ。あれがな、バラよりな、ちょっと大きいいうかな、長いいうかな、こういう感じなんじゃ。ちょっと長いんじゃ。花びらがあるじゃろ。花びらは、扇子みたいな格好してるんじゃ。扇子があんまりちょっと、開いとらんいうぐらいの感じじゃ。それでその花びらを、ようけかけへんじゃ。こげ、じゃん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 、こういうふうにな、重ねて描いていけんじゃん。重ねていくでええ、言うて。そしたらな、バラと違う感じになるけ。これ、わっきゃねえけえな、こういうな。で、こう、ギザ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 言うてな、どんどん描いていけんじゃん、これで。みーや、これ、みーや。もうできたで、これ。塀で、茎をな、ペッ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 ペー。棒描くだけでいいけどな、これな。でな、カーネーションらしい感じがな、意外と葉っぱに出とんよ。2枚ずつな、この同じところにな、こうちょんちょん言ってできとんじゃん。うん、じゃあわけやねえだろ。へえ、で、お母ちゃんにプレゼントしたいけえな。プレゼントいうのは大体リボンつけりゃいいんじゃろ。なあ、じゃあけリボン書いたらいいんじゃ。オッケーな、リボンをな、リボンついておりますよ、言うてな。もうペッ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 言うて書いたらいいんじゃ、これもう。これ好きな感じのリボンを書けばいいけえな。じゃあリボンがついておりますよ、言うて。へえ、でまたこの茎をな、伸ばしとけばいいんじゃ、こうやって。お、みーやみーやみーや。じゃあけな、ここがポイントですよ。センスがちょっと開いとらん感じぐらいの花びらをわー言うてかけやな、カーネーションになるんじゃけ。わっけやねえんじゃ。へえ、でな、花の絵いうのな、色を塗るときがな結構ポイントなんよ。バラじゃったらな真っ赤な感じになるけどな、カーネーションはなちょっとピンクとかな真っ赤とかな、いろいろな混ぜて入れたらカーネーションみたいな感じになるんじゃ。もうじゃけな、大体で絵で、こことは赤でいいです言うてな。へえ、で、こことここはちょっと薄いです言うてな。へえ、で、こことここはもうちょっと薄いです言うてな。言うてな、ちょっとな、こう色の感じをな花びらごとに変えたらな、それっぽい感じが出るんじゃな。わけあねえで、これ茎もな、ここと葉っぱとあとこの茎な、濃かったり薄かったりいうのはちょっとだけやるんじゃ。そしたらな、私ちょっとええ感じで描きましたよいう感じになるんやな。へえ、でまあリボンも色塗っとこうか言うてな。リボンは
リボンは赤1個でいいけどな。みーや、みーや、なあ。なんかちょっと一生懸命カーネーション描きましたよ、感じになるだろ。すぐできるで、こんなもんな。おう。で、なんかこねような感じでな、メッセージ入れりゃな、お母ちゃん喜ぶで、これか。わざわざ書いたんじゃ、言うてな。この方が気持ちが伝わると思わんか。なあ。じゃけどな、カーネーション買うよりな、金かかっとらんのんで。安いんじゃけ。わしもな、お母ちゃんにな、よう絵描いてな、プレゼントするんじゃ。さらな、お母ちゃんよう喜ぶんじゃ。わしな、金一個も使おうとらんけな。じゃあね、これをな、LINE でペッて送ったらな、1円もかからんのんで。へえ、でもお母ちゃんわざわざ絵描いてくれてありがとな、言うて言ってくれるんじゃけん。おお、わけはねえかろ。あとな、ちょっと裏技を教えちゃおうか。パソコンで絵描ける人はな、色塗ったじゃろ。このな、黒で描いた線をな、これ消すんじゃ。ペッて描いて。ちょ、見や見や、これ。なんか切り絵みたいになるじゃろ。太いマジックペンでわーって描いてな、色塗ってな、線だけ消したらな、ちょっと綺麗な感じになるんじゃ。これはちょっとプロのテクニックですけどね。これをな、ちょっと額縁に入れてな、ってな、わー言ってあげたらな、お母ちゃん喜ぶでこれ。おちゃけな、カーネーション描くやこな、わけはねえんじゃけ。それでな、カーネーションの花言葉いうのがあるじゃろ。真っ赤なカーネーションは、母への愛言うんじゃて。赤に塗った方がええらしいで。それでな、カーネーションいうのはな、名前の由来がな、日本のお金に草言うて漢字書いて、金草いう縁起がええお花があるんじゃて。その金草がカーネーションいう名前の由来らしいで。うん、この話はな、嘘で。わしが今適当に言ったんじゃ。信じたらいけんで、こんなの。カーネーションいうのはな、なんか地中海が原産地らしいけな。日本関係ねえけな。まあ、じゃけえな、カーネーションを、絵をな、描いてお母ちゃんにプレゼントしてみたら、ええんじゃねえか、言うてな。わざわざ金かかるもん、プレゼントせんでもな、気持ちが伝わりゃええんじゃけ。おう、じゃあね、いいこと言ったな、今日は。